さあやってまいりました、 U リーグ公式戦。今回は尼崎ベノムスネークス対桜島遊覧ユニオンズの試合でございます。さあスネーク先発は千島、本格化投手のぶつかり合いとなるでしょう。ユニオンズのスターティングオーダーはこちらになります。4番コバルトに注目といったところでしょう。さあ1番三島からのスタート。さあピッチャー千歳振りかぶって投げた、152キロストレート、初球打ちからのファーストゴロでアウト、ワンアウト。さあ2番笹本ピッチャー振りかぶって投げた、低め154キロストレート。さあ第2球を千島投げた、打った、引っ張った、これはレフト前ヒット、ワンアウト、ランナー1塁、先制のランナーが出ました。さあ3番菅原ストライク155キロど真ん中、千歳第2球をセットポジションから投げた、打った、ど真ん中、またまたど真ん中、しかしこれはセンターフライ、失礼しました。ツーアウトランナー1塁。さあそして4番コバルト157キロ最速出ました。千島ストライクを入れて、ストライクノーボール、ワンストライクノーボール、おっと危ない、足元へのカーブ、ワンストライクワンボール。さあピッチャー第3球を投げた、ど真ん中ストレート152キロ、あくまで強気。さあ追い込んで第4球を投げた、低めボール156キロ。さあ2ストライク2ボール、ピッチャー振りかぶって投げた、打った、これはセンター返し、センター前ヒット、2アウトランナー1、2塁。そして5番になります、5番稲見ピッチャー振りかぶって投げた、1球ボール、おっと足元へのカーブが多いか。さあ初球はボール、2球目千歳失礼しました、千島ストライク、ワンストライクワンボール。ピッチャー第3球投げた、シンカーでストライク、追い込みました。さあ追い込んでピッチャー第4球を投げた、おっと打ち上げた、高めストレートを叩いてセカンドフライか、取ってアウト、スリーアウト、チェンジ、2者残塁となっております。いやー力で押すピッチング、それが千島の魅力といったところでしょう。抑えました、スリーアウトチェンジ。さあそしてスネークスの、打順となっております。やはり4番キャッチャー三河、この人からの、もうこの人が回ればチームは回るといった感じ。1番水野が、おっと、相手ピッチャー、岡田は超本格化といったところ、メジャーリーグからも声のかかる実力者です。さあワンストライクワンボールなりまして、第3球岡田振りかぶって投げた、154キロストレートストライク、追い込みました。さあ対して水野はエース級の投手に対しては明らかに強い。さあ引っ張ったが、これはレフトフライアウト、ワンアウトランナーなし。さあ2番畑野になります、ピッチャー振りかぶって投げた、内角ストレート156キロストライク、第2球をワインドアップから投げた、おっとスライダーを叩いた。さあこれは流したが間に合うか、アウト、サードゴロでツーアウト。さあ3番セカンド石岡ストレート、やはりパワーがあります。第2球を岡田振りかぶって投げた、おっとこれは超スローボール、緩急を使うピッチング、ワンストライクワンボール。さあピッチャー振りかぶって投げた、ど真ん中ストライク157キロ、こちらも剛速球を持っております。さあ追い込んで岡田第4球を投げた、ど真ん中ストレート、空振り三振、力には力をといった投手戦が、そう予想されますこの、ホットモットフィールド神戸。さあ第2回になります、6番坂村からの、打順、1球ボール、千島第2球を振りかぶって投げた、高めストレート、空振りなんか変だな。さあというわけでワンストライクワンボール、ピッチャー振りかぶって投げた、おっとカーブ、ストライク外角へのボールです。さあ追い込んで千島ピッチャー振りかぶって投げた、ど真ん中、これは打ち上げてしまった、ピッチャーフライ、ピッチャー取ってアウト、ワンアウトランナーなし。さあ7番ちょっと最近は調子の上がらない柏は大丈夫でしょうか。さあまずストライクが入りました、ワンストライクノーボール、ピッチャー振りかぶって投げた、高めボールシンカー、ワンストライクワンボール、ストレートで押す岡田に対して変化球で打ち取っていく千歳、投げた、
ストレート流してファールボール、粘っております柏。投げた、ど真ん中低めストレート157キロ。決め球はやはりストレートか。先ほどのは訂正しましょう。これは剛速球対決と言っても過言ではない。さあワンストライク追い、おーっとストレート、ストレートとツーストライクノーボール、追い込みました。さあ8番三浦に対して第3球、おっとボール、157キロ内角。さあ第4球投げた、低めボールストレートで押しています。ツーストライクツーボール。第4、5球をストレート、これは流してファーストゴロアウト、スリーアウトチェンジ。さあそしてスネークスとしては、ここの高打順で、なんとか1点を欲しいといったところ。さあ来ました4番三河、ピッチャーリカバって投げた、低めストライク157キロ。いやー攻めております岡田。第2球を投げた、超スローボール、空振り2ストライク、タイミング合いません。第3球を投げた、スライダーで空振り三振。ここで空振り三振を取りました岡田。まずはストライク、5番坂下に対してワンストライクノーボール。第2球を投げた、低めスライダーボール。さあ坂下としてはまずはヒット1本といったところ。おっとスラーブ、1球ボール、ワンストライクツーボール。投げた、低めスリーボール、おっとボール先行か、スラーブがストライクに入らない。さあ岡田ピッチャー振りかぶって投げた、ど真ん中流した、さあどうだ入るか、おっとライト頭を越えてワンバウンドヒット、ライトオーバー、ワンアウトランナー二塁ツーベース。さあチャンスになりました、6番岡日置。さあピッチャー岡田ピンチだとどういうピッチングをするのか。投げた、ストライク、追い込みました。さあランナーを警戒して第3球投げた、1球ボールスラーブ。さあ日置としては最低でも送りたい形、投げた、打ち上げた、これはセンターフライ、取ってアウト、タッチアップはできません。さあ2アウトランナー2塁、依然ピンチは変わりありません。さあそしてバッターは7番西倉。さあ初球打ちサードゴロ、ファーストを取ってアウト、スリーアウトチェンジ。このチャンスは生かすことができませんですね。 X スリーアウトチェンジとなっております。さあそしてピンチを出した岡田は一体この後どんなピッチングを見せるのか。さあこの当選非常に見応えのある感じとなってまいりました。さあ9番から始まります、9番浅見。千歳はまずカーブから入ります、ストライク。第2球を千歳振りかぶって投げた、カーブを引っ張ってファールボール、追い込みました、2ストライクノーボール。投げた、1球ボール157キロ、スピードは止まりません。第4球高めボール、2ストライク2ボール。さあ第5球を千葉投げた、低め空振り三振、156キロ、ストレート。さあ代打構成に出ました、山村達也です。ホームランバッターになります。投げた、シンカーファールボール、打たせて取るピッチングに変えたか。投げた、カーブ1球ボール。さあワンストライクワンボール、ピッチャー千葉投げた、低めストレート、ストライク空振り、ツーストライク、ワンボール。さあ、ピッチャー、投げた。おっと、これは引っ張ったが、面白いところへ転がるぞ。おっと、ファールボール。失礼、流しました。おっと、シンカー、ボール、ツーストライク、ツーボール。さあ、山村、目は慣れているのか。ピッチャー、振りかぶって、投げた。低め、ストレート、空振り三振。さあ、2番、笹本になります。ワンストライク。さあピッチャー振りかぶって投げた、ストライク、ストレートで押しています、追い込みました、2ストライクノーボール。第3球投げた、低めボール、1球ボールを挟みます、振ってくれれば美味しいといったところ。3球目ストライク、空振り三振、見逃し三振。さあストレート155キロうなっております。さあそしてこちら8番9番1番と下位打線からの始まります。スネークスなんとしても先制が欲しい。
さあ、来ました。まずは、まゆみ。さあ、その、おっと、なんて言えばよかったか。ファーストゴロ。アウト、まさかの初球打ち。何か打ちそうな予感だったが、意外と打たなかった。残念。さあ、そして9番、小坂。ストライク153キロ。空振り、外角を空振りです。第2球をピッチャー。投げた。超スローボール、ボール。さあ、第3球、岡田、投げた。スライダーストライク、2ストライク、1ボール、追い込みました。さあ、岡田、第4球を投げた。低めストレート、ボール。いや、岡田としては非常にこの、もう、千島のこの活躍には負けられないといったところ。1球、ファールを挟んで、第5球、打ち上げたキャッチャーフライか?キャッチャー構えてアウト、2アウト、ランナーなし。さあ、先頭に帰ります。先頭、水野。ピッチャー振りかぶって投げた。スラーブ入りました。ストライク。ワンストライク、ノーボール。ピッチャー振りかぶって投げた。おっと、危ない。内角ストレート、ボール。第2球、ピッチャー振りかぶって投げた。ストライク、内角スライダーが入りました。さあ、追い込んで岡田。どうするか、投げた。おっと、これは流してファールボール。水野も慣れてきたか。おっと、またまたファールボール。流してカットの方法。おっと、そしてこれはセンター返し。しかしセンター間に合ってアウト、スリーアウト、チェンジ。0対0でやっております。現在4回の表に入ります。ユニオンズの攻撃。さあ、来ました。3番、菅原。ピッチャー振りかぶって投げた。1球、ストライク、シンカー、空振り。打率は4割2分7厘と。かなりの高水準となっております。2球投げた。1球ボール。1ストライク、1ボール。第3球。千山。失礼、千島投げた。さあ、そして、ショートゴロ。アウト。さあ、の、ワンアウト。ランナーなしといったところ。4番、コバルト。打ったー!引っ張ったー!消えるはスタンドー!ホームラン!コバルト。先制ホームラン、初球打ち。狙いを済ませていた。研ぎ澄ましていた。その先に見えるのは先制点。入りました。助っ人外国人コバルト・ウィーベル。これは変化球を引っ張ったといった感じ。いやー、ストレートで押していればまた変わったかもしれない。しかし、ここはでかい1点。さあ、5番、サード、稲見。ピッチャー投げた。一球、ボール。さあ、2球目を千島、投げた。ストライク!1ストライク、1ボール。第3球を、投げた、ボール、1球ボール、カーブ。さあ、ちょっとグダグダになってきた。さあ、千島でいいんだ。あっと、これはセンター返し、そしてポテントヒット。センター前ヒット、ワンアウト、ランナー1塁。いやー、綺麗なセンター返し、セカンド届かなかった。さあ、ついにユニオンズ攻勢に出たが、ここは生かしたい。6番、レフト、坂村。ワンストライクから入りました、千島。に、投げた。ストライク、156キロ。さあ、守備陣はゲッツーシフト、第3球を投げた。打ち上げた。これはセンターフライか、西倉構えてアウト。ツーアウト、ランナー一塁。さあ、そして次のバッターは、柏。ピッチャー振りかぶって投げた。一球、ボール。さあ、二球目、投げた。ボール、ストレート、選球眼がいい。ノーストライク、ツーボール。投げた。ストライクシンカー入りました。ワンストライク、ツーボール。第4球を投げた。ど真ん中、しかし打ち上げた。これはピッチャーフライ。さあ、ピッチャー落下位置に構えて、取ってアウト、スリーアウト、チェンジ。しかし、貴重な追加点先制、コバルトの一発が出ました。さあ、スネークスとしては何としてもこの1点追いつきたい。高打順2番から、ストライク、1ストライク、ノーボール。岡田は逆にこの1点意地でも守り抜きたい。ストライク、2ストライク、ノーボール。追い込みました。第3球ピッチャー、振りかぶって投げた。低めボール。あくまでストレートにこだわる。さあ、ピッチャー、第4球を投げた。
低めボール、ツーストライクツーボール、スピードは150中盤のスピードになっております。153キロストレートを流してショートフライ、ワンアウト。さあ3番セカンド石岡になります。超スローボールワンストライク、まずは遅い球に目を鳴らしてからの剛速球でしたら、非常にもうなんか素晴らしい。スライダー打ってきた。さあこれはセンター返し、失礼、百里が、うん、いやースライダーをしっかり狙ってきました。ここはストレートだった方が良かったのではないかと私は推測しましたが、なんとか同点のランナーが出ました、スネークス。さあ次のバッターは4番三河、一発のあるバッターです。1球ストライク。さあ第2球を岡田投げた、打った、引っ張った、おっとこれは残念、当たりは良かったがサードライナー。第3球ストライク、失礼しました、次のバッターは坂下、ピッチャー振りかぶって投げた、おっと追い込んだ、スライダーで空振り、ツーストライクノーボール。第3球を投げた、おっと1球ボールスラーブ。さあ岡田なんとしてでも抑えたい、投げた高め、スライダー流した、さあどうだ、スタンドに切れてファール。第投げた1球ボールスライダー、ツーストライクツーボール。さあピッチャー岡田セットポジションから投げた、スライダー引っ張って上がった、アウト、スリーアウトチェンジ、ショートライナーとなっております。さあ最終回5回となってまいりました。バッター三浦からの打順、さあピッチャーリカブって投げた、ストライク、ワンストライク。まずは千葉、何としてでもここはゼロに抑えたい。そして裏で味方の援護を待つのみとなっております。追い込んでツーストライクノーボール、投げた低めストレート、壁三振、ストレートで切って落としました。さあそして代打今野になります。投げた、打ち上げた、初球打ち、これはショートフライになります。ショート構えてアウト、ツーアウトランナーなし。さあ1番小峰になります。おっと1球ボール。さあピッチャー千葉振りかぶって投げた、カーブ入ってストライク、ワンストライクワンボール。第3球落ちしま、投げた、おっとシンカーストライク空振り、ツーストライクワンボール。第4球落ちしま、投げた、おっと157キロストレート、ここに来て最高のスピード出てます。さあピッチャー振りかぶって投げた、打った、流してやシンカー流してファール。さあストレート157キロ打ち返してが、これは真由美が取りました、ライトライナー。さあそしてスネークス最後の攻撃になります。678の打順、おっと守備交代が入ります。ショートに寺岡、そしてレフトに今野が入ります。さあ代打土屋が来ました、代打や土屋。さあワンストライク、まずストライクが入りました。岡田としてはこの代打なんとか切り崩したい。投げた、一球ストライク、ツーストライクノーボール、追い込みました。さあ第3球を投げた、おっと157キロストレートボール、内角をえぐりました。第4球投げた、ストレート空振り三振、低め。さあワンストライク、代打を切って落としました。岡田第2球を投げた、失礼、第1球、1球ボール目、1球目ボール。第2球を投げた、ストレートストライク、シュートワンストライクワンボール。第3球を岡田投げた、おっと155キロこれはカットしてファール。ピッチャー投げた、さあこれもカットしてファール。西倉非常に粘っております。ザーッと高めスライダー空振り三振。さあそして最後のバッターになってしまうのか、真由美。さあピッチャー振りかぶって投げた、打った、止まん中、打ってない。さあ54キロドストレート真ん中、落ち着こう。さあピッチャー第2球を投げた、おっと1球ボールスライダー111キロ。第3球をピッチャー投げた、おっと157キロ内角ボール、ボールは見えているのか。さあ第4球投げた、ど真ん中155キロ強振。さあ2ストライク2ボール追い込みました。ピッチャー投げた、ど真ん中157キロ空振り三振。
さあ、岡田守りました。1対0完封勝ちとなっております。いや、コバルトの一発が、効いた一試合でした。さあ、というわけで実況は私、ウカが担当いたしました。本日のヒーローは岡田壮介、おめでとうございます。さあ、メジャー行きは確実なのではないでしょうか。というわけで、気に入っていただけた方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあ、またね。